バイオハザード2やっていきまーす。ということで、私の心の友、筋肉マンさんからご連絡をいただきましてね、お前ショットガンちゃんと取りなさいという連絡をいただいたんですけど、何のことか詳しく聞いたら、バイオ2を始めて結構序盤にですね、武器屋さんをちょっと経由する場面があったんですけど、そこにいた武器屋さんのオーナーみたいな人がね、よく思い出したらショットガン持ってた気がするんだよね。でその武器屋さんゾンビに食い殺されてたから、ショットガン落としてんじゃねえかっていうことでちょっと探してきます。あ、そういえば向こう行ってないな。あー、どうすっかな。ナイフでいけっかな。うまいんじゃないか。ちょっと一旦出入りしよっか。あー、どうかな。一匹減らせたんじゃない。あー、減ってるね。あとこの一般人ゾンビだけか。時間をかければナイフでも敵は倒せんな。ちょっとごめん、寄り道するわ。何分ね、今ハンドガンの弾が恐ろしく少ないんですよ。ん？あー、これあれだ、寄り道どころか近道だね。こいつらやれねえか。うわ、やれねえな。あ、いけねえんだ。戻れないっぽいわ。ダメだな、諦めるしかないわ、ショットガンは。ま、しょうがないということで、しばらくナイフで頑張ろっか。確かこちらだった気が。こっち行ってねえよ。こっち行ってないよ。こっちじゃないな。前回来たのはここだったね。にしてもちょっとナイフの威力が弱すぎるんだよな。本当にナイフで大丈夫？え？あ、ここ開かねえんだ。戻ろ。それでは、こっちの扉だね。新しいエリア。今日はこっちを調べていきましょうか。おお、あ、なんかあるよ、手前に。あ、待て待て待て、これアイテムボックスやない？これあるんだね、バイオ2にも。じゃあこ、危ない、こういうのとか、こういうのとか、こういうのとか置いてっちゃっていいんだね。所内回覧。所内の配置替えによる備品の移動について報告します。4桁のナンバーキー付き金庫2236、2236です。2236、金庫はね、前回見つけておりましたので、ここだったね。そう、これ結局分かんなくて、多分ハンドガンの弾が入ってるんだと思います。2236。うーわ今回の冒頭で諦めたやつの弾
あ、なんかあるよ。地図。いいね。っていうことはまだ行ったことないエリアも分かるようになるんだね。まあ気を取り直してショットガンのことは完全に忘れましょう。もうもうどうしようもないから、もうショットガンはどうしようもないから悔しいわ。もうなんもないか。敵もいないっぽいな。オフィスが見える。何もアイテムとかない。受付の向こうはオフィス。こっからどう行くって。奥に扉が1個あるな。え、怖いよこのアングル。敵いいんじゃないの。外は暗くて何も見えない。怖いじゃん。え、何これ。いや、超怖え。嫌な予感。いや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 しょうがない、装備していこうか。これの出番の気がするわ。あまりにも静かすぎんだよな。うわ、直線すぎるよ。この先のマップだけ確認しておこっか。直線やね。一回曲がって、水色の扉は何でしょうか。トイレか。わからんよ。窓パリーンとか来そう。シャッターの開閉スイッチだ。コードが切れていて動かせない。こいつ動くな。シャッターの開閉スイッチは動かせないけど、こいつは動くよ。頭ねえんじゃねえこいつ。おお、こいつは動かないね。うわ、血液が滴ってますね。窓パリンクルな。窓パリンクル。こっち鍵穴の下にスペードのマークが刻む。待って、お腹痛くなってきた。ごめん、すげえお腹痛くなってきた。ちょっとトイレ。すっごいお待たせ。いやー、やっぱホラーゲームやるとね、緊張とか興奮、緊張だね。緊張するとお腹痛くなっちゃうんで、私便秘したことありません。おお、つるっといっちゃった。どういうこと。うやー、ダメ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 、ショットガンの出番怖え怖え、こいつはこいつは、はあはあ、ピタービースースイ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 怖え怖すぎる。あいつは倒せねえ。何もないゴミ箱あるやん、何もない待ってくれ、ちょっとがないと待って、誰かどうするよ。うーわ、バイオハザードは大体の敵はね、スルーするべきなんですけど、あれはすごかったね。全力疾走こっちがしてんのに、もうピョンピョンっつってすぐ追いついてきたね。あれはやばいんじゃないかな。え、マジでさ、まあいいや、最悪ね、最悪ニューゲームでね、もしこいつがハンドガンで倒せない敵ならばだよ、ニューゲームでショットガン取ってくるんで、俺ちょっと倒してみる、あいつ。
あいつ倒さなきゃ進めないから。ああ、スルーしよう、やっぱ。怖いから。あ、スルーしようか。あ、何？どういう攻撃判定？あ、ペロッとね。ペロッと来るんだね。意外といけちゃうね。全然痛くねえや。ここは？どういうマップ？あれ結構広いの？でも暗いよ。奥敵いないっすね。行っちゃって大丈夫です。角とか気をつけて。いねえわ。何も何もいない。マップをちょっとこまめに確認していこっか。広い扉があるみたいだよ。いやー、やばいな。強敵、中ボスといっても問題ないくらいの敵が来たね。何かある。作戦報告書。当ラックーン警察署はゾンビの突然の襲撃により死亡者負傷者を多数排出。その際通信機器が破損、外部との連絡が不可能になる。被害の拡大を防ぎ、署内に残っているであろう生存者を救助する作戦を決行。ここに作戦討議内容を記録する。武器弾薬の確保。ゾンビ襲撃の前日、近日の度重なる怪事件から署内はテロ活動を懸念。武器庫を占拠された時のことを考慮し、一時的に武装を各所に散らすことにした。不幸なことにそれが災いし、弾薬の所在が把握できなくメモっとけ。署内に散らばった弾薬を集めることが先決である。ああ、だからいろんなところにね、いろんな弾薬が散らばってるんだね。武器庫のロック解除。上記のように弾薬の確保は困難を極めるだろう。しかしながら地下の武器倉庫にはまだ多くが保管されているはずである。武器庫を開放するためのカードキーの管理者が行方不明であり、カードの所在がわからない。また戦闘の際に一部のブレーカーが落ちてしまったため、特定区画の電子ロックが機能していない。動力室にて電力の回復を図らなければならない。だってさ。作戦報告書。午後1時、署内西側のバリケードが突破され戦闘が起こった。負傷者を一時的に1階押収物倉庫へかくまうが、今回の戦闘で12名もの被害者を出してしまった。突然現れた怪物にさらに3人もの命が奪われた。全身の皮を剥いだかのような異様な要望鋭利な爪。しかし最も恐ろしいのは舌を使った一撃、リッカーだね。やつは伸縮する舌を自在に操り、槍のように尖らせ、一瞬で3人の心臓を刺し貫いた。他にもどこに潜んでいるかわからない。我々はやつらをリッカーと名付け、緊急に対策を講ずることとする。はい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 、リッカーがまだ他にもいるかもよっていうことね。まあ、しばらくは出てこないと思うけど、あの廊下にいたやつは厄介だな。ありがとうございます。じゃあ奥入ろっか。なんで甲冑みたいなのあんの、怖っ。何これ。暖炉は今でも使えそうだ。その上に油絵がある。タイトルはこう書かれている。豪華の中の生贄。え、何もないとか嘘っしょ。豪華の中の生贄が何かのヒントだと思うけどね。この部屋を出て右側。ハンドガンの弾を少しだけだけどね、ゲットできたのは大きいんじゃないかな。敵さんいないね。いないね。
超怖えな、今回リッカーが来ちゃったからな。ウェペペペペ、あ、ペ、どうすんだっけ。こういう時は画面奥かな、画面奥に行ってハンドガン撃った方がいいかな。右向いて、オッケー、うまいよ。で一度リロードして装備して、これは死んでるわ。こいつあとナイフでいけんじゃねえかな。オッケー、ちょっとずつ節約していこう。こんな感じでいっか。え、まだいるな、まだいるな。なんで止まってんねんこいつ。この距離あったらナイフでいけっか。ハンドガン2発だけとか撃っとくか。いや、ハンドガンの弾やっぱ少ねえな。うっそやんけ、お前ふざけんなバカが。大丈夫、あんま食らってない。ここのマップはどうなってんだ。こっちがピンクの扉だから、なんか紋章が入ってんのかな。ダイヤのマーク、こちらはなんかある。ハーブか、ハーブは取るべきか。まだいっか、取んなくて。階段の上にも行けるし、そこの扉も入れるっぽいな。入っとくか。そこを先に探索します。あー、チェックポイント、セーフハウス、なんか書類がある。作戦報告書に、本日午前2時30分、作戦会議室にゾンビが侵入、戦闘が起こる。その戦闘でデビッドを含む4名が死亡した。生存者は私を含めたたった4人。武器弾薬の確保の失敗、度重なる異常な戦闘による疲弊と混乱、もう後がない。そこで下水道を脱出路に使う案が提案された。当警察署の地下から下水処理場へ抜けることができる場所がある。そこから下水道へ抜けるのだ。下水処理場に奴らがいないという保証はどこにもない。この作戦は無謀だとしか言いようがないだろう。だがこのままでは死を待つばかりだ。少しでも時間を稼ぐため、東側オフィスにある唯一地下へ行ける扉を施錠する。合鍵が西側のオフィスに保管されているが、奴らの知性では鍵を探し出して使用することは考えられないだろう。この作戦記録が役立つことを祈る。東側に地下へ行ける扉がある。でその鍵が西側のオフィスにあるということです。何こっち、なんかやばそう。フィルムを現像できる。
写真のフィルムのことか。インクリボンゲット。いやー弾薬ねえなマジで。もうちょっと頑張ろっか。2階に行こう。即死はないと思うからガンガン行く。怖いね。敵さんいないっぽいわ。いやーリッカーとか来そうだな。直線怖くなってきちゃった。ここは？向こうから打ちつけられてる。なんか持ってんな。台のところに何か書いてある。火の神と月の神、二人の眼差しが赤き魂を解き放つ。これ火の神かな、多分赤い。つまり真ん中の宝石掲げてるやつを二人に見つめさせればいいわけ。まあ、こんなところでしょうね。はあ？いやいやいや、もうがっつりがっつり眼差しですけど。何かが置かれていた跡がある。反対側にも？そういうことね。まだ早いんだ。ノーマルゾンビ。ここは仕方ないんでハンドガン使いましょう。やべ。こいつは死んだ。とうとうやばいんじゃない？ハンドガンの弾ゼロはとうとうやばいんじゃないか？大丈夫、ゾンビいないっぽいな。弾ゲットできれば。あ、弾ありそうだな、こういう部屋なら。クリス射撃の腕すごいんだ。あ、ハンドガンの弾あるやんけ。40発くらいくんないかな。15、たったの
たったの15だ。モデルガン。ギターとかあるよ。ギターは調べられないね。やべえ、ハンドガンの弾すっくねえ。本当にそれだけか。お、何？ハハハハ。どういうこと？やった。ちょっと装備してみよう。かっこよくない？うーわー、じゃあ武器屋さんで取れるってのはどういうこと？武器屋でも取れるけど、ここでも取れんのかな。まあまあ、なんでもいいや、取れりゃいいんだ。ちょっと調べよっか。うわ、よかった。レミントン M1100P12 ゲージショットシェルを使用することができる。ノーマル M1100のバレルをカットしているのでサイズが小さい。確かにね、これなら狭いところでも取り回しが。やったぜ。これでリッカーやれんじゃねえの。うっ、アップな。あんま食らわないな。あんま食らわない割に頭踏みつぶせるから意外といいのかもしんない。ハンドガン装備しとくか。え？何か行ってない場所ってありますか？これあれじゃない？壁に寄せろってことじゃない？ポロッとな。よかった。多分これを使ってどっかに進むんでしょ。赤い宝石。うわー、これどこに使うか全く見当つかないわ。そんじゃ今回この辺でいいかな。はい、ということで今回はこの辺りにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。それじゃあさようなら。バイバイ。